おはようございます。無責任あいい加減配信無責任 YouTuber UFO チャンネルの UFO です。2023年令和5年6月30日金曜日大安、今日は大祓い、名護市の祭り、いよいよ今年も折り返しで、今年半年の汚れを払って夏に入っていく後半戦を行くってことで、朝からひどい雨でして、上下のカッパ着て長靴履いて行きましたけど、時々小闇にはなったんですけど、雷も鳴って土砂降りが断続的に土砂降りで大変でした。で、明日7月から新しく追加、新聞配達を50件ほど、余分に配ってくれないかということで頼まれて、今日ちょっと、夜の、様子を見に、最後ちょっと歩いて坂を登らないきゃいけないとかあって、そこだけ残ってて、なんかエアコンの室外機の上に乗せるっていうことで、見に行ったらまだ置いてなくて、あ、まだだと思って引き返そうと思って、帰ろうと思ったら、ちょうど今日まで配っててくれた人が上がってきて、話を交わしてバトンタッチしてきました。まだ若そうな人でしたけどね、顔は見えなかったですけど、良さそうな感じの人で、明日からやりますって挨拶してきました。で、8月からは政教新聞も、10件ほど配るっていうんで、また政教新聞を配る、天教の京都ですね、妖木ですけどいいんでしょうかとか思いながら私は構わないんですけど、で、これは娘にもらったダース・ベイダーの2枚目の T シャツですね。後ろもこんな感じで、床屋も行ってきて、さっぱりとした、あ、 UFO です。あ、今本当になんて言うんですかね、スターウォーズの真っ最中って感じが私はしていまして、鶴が行って文殊のから帰ってきてスマホがなくなったとかいうことですね。で、LINE に入れないんですよ。不思議ですよね、あれもね。本当に。追加もできないんです。QR コードとか。家族も、娘だけ電話番号のあれが載ってたんですけど、送っても、友達、この前、鶴が一緒に行った宮本ちゃんに、こんなわけでって言って、LINE したけど、既読にもなってないから、LINE もできないのかなと思って。で、今日、6月30日っていうのは、うちの、教会の、三重分教会の会長さんの誕生日なんで、LINE もできないしっていうことで、固定電話で電話して、おめでとうって。お留守でしたけど、奥さんに電話を頼んでおきました。で、母方の実家の、いとこも今当主ですけど、若い頃は、スカイライン GT に乗ってて、かっこいいお兄ちゃんで憧れの人でしたけど、その人もむちゃんって言うんですけど、今日が誕生日で、シャンタンチで出会ったむっちゃんっていう女の、可愛い女の子がいて、彼女は明日が誕生日で、むっちゃんも天理教の教会の娘さんなんですけど、
彼女は今サニアシンっていうのかな、風の民になってもう自由に天理教とはちょっと離れてる感じの人です。で、私もダース・ベイダーで、かなりいいこともしますけど、あの悪いことも平気でしちゃうのでダース・ベイダーで本当にそういうので、あのスマホオンラインとか入れないのかなって、あの不思議に天理教の関係の人の電話番号は一切載ってないんですよね。不思議だなとか思っています。スターウォーズですねで、今日はこれ祝詞なんですよ。大祓のね、こういうのがあって、これを私はあんまりこう祝詞は揚げたことないんですけど、この前鶴がやった時に友達が、慶比神社で暗唱っていうんですか、突然祝詞を揚げて、そしたら風がふわーっと来て、おーと思いました。そんなことはできないんですけど、この祝詞は、Facebook でだいぶ早い段階からつながってて、大阪に、泉さんっていう、泉清隆さんって言ったかな、武道家がいて、武道って具体的にはちょっとどういう武道かわかんないんですけど、不思議な人で、写真写し、で顔は七福神みたいな顔してる。で、でっぷり、背は僕よりちっちゃいぐらいなんですけど、こう、横に大きい感じの人で、顔は柔和なんで、本当に武道家なのかなとか思いながら、いましたけど、一度会ったんですよ。大阪の寒原神社っていうのは、有名なのがあって、そこへ行きたいっていうこと、一緒に行ってくれたんです。もう一人、サニア神で、アビさんって言って、名前ちょっと、突然出てこなくなって、小説書いたりされてる人で、蝶を放つって言ったかな、素晴らしい小説で、その人と3人で、アビさんはちょっと事故かなんかで下半身動かなくて、自動の自分でこう電動車椅子で、もうすごい勢いで、車がちょっと危ない、歩道を渡ってる時にこう来たら、すごい いきなり怒るんですよねすごい人だなと思ってその人は全然泉師範とも関係はないんですけど、来てくれて、で3人でその寒原神社、あれは大阪にドテライヤツって昔、花と小バットさんのドラマありましたけど、そのモデルになった会社の近くにありました。なんていうとこか忘れました。あ、もう10分なんで、今年1年の溜まった汚れを私の祝詞で払えるかどうかは分かりませんが、祝詞を上げさせていただきます。使えると思うんですけど、よろしくお願いします。高間の原に神詰まります、スメラガムカムロギカムロミノミコと持ちて、八尾よろずの神たちを神集えに集えたまい、神はかりにはかりたまいて、あがすめみまのみことは、豊芦原のみずほの国を、安国と平けく後ろしめせと、ことよさりしに祭りき、かくよさりし祭りしに、祭りし国地に、
アラブル神たちオーバー、カムトワシにトワシたまい、カム払いに払いたまいて、こと遠いし言わね、キネたち草かき葉をもことやめて、雨の岩倉放ち、雨のやめ八重雲をいつのちわきにちわきて、天下しよさりしたよさしたまよさし祭りき、かくよさし祭りし、よまの国なかと、大山と日高の国を安国と定め祭りて、四つ岩根に宮柱太しき、立て、高間の原にちぎ高しりて、すめ、今の御子等の水の宮らが使え祭りて、雨の御影、日の御影と隠りまして、靖国と平家く白しめさむ国地に、なりでむ雨のますらひ、ます人らが、過ちおかしけむ草草の罪ごとは、甘つかみ国つかみ、ここだくの罪でん、かくいれば甘つ宮ごと持ちて、甘つかなぎを、音打ち切り末打ち立ちて、ちくらの置き蔵に置きたらわして、甘つすがそう元借り立ち、末借り切りて、やりに取り裂きて、甘つのりとのふと、のりとごとを乗れ、かくのらば甘つかみは、雨の岩戸をしら開きて、雨のや八重雲をいつのちわきにちわきて、きこしめさん、国つかみは高山の末、引き山の末に登りまして、高山のいぼり、引き山のいぼりをかき分けて、きこしめさん、かくきこしめしてば、罪という罪はらじと、信濃戸の風の雨の八重雲を吹き放つ音のごとく、明日の見切り、夕べの見切りを、朝風、夕風の吹き払うことのごとく、大津辺におる大船を、へとき放ち、とも解き放ちて、大海原に押し放つことのごとく、落ち方の刺激がもと、焼き釜の音が持ちて、打ち払うことのごとく、残る罪はらじと、払えたまい、清めたまうことを、高山の末、引き山の末より、さくなだりに落ちたぎつ、早岡の背にまし、瀬尾立姫という神、大海原に持ちいでなん、各持ちいで稲葉、荒潮の潮の八王子の、や潮寺の潮の八王子にまし、早秋津姫という神、持ちかかのみてん、各かかのみてば、いぶきどにます、いぶきど主という神、根の国、そこの国にいぶき放ちてん。各いぶき放ちてば、根の国、そこの国にいます。はやっさら姫という神、持ちさすらい失いてん。各さすらい失いてば、罪という罪はあらじと、払えたまい清めたまうこと、甘つかみ、国つかみ。やお、よろずの神たちとともに、きこしめせと申す。ありがとうございました。で、この祝詞は、その泉師範にいただいた。泉さんは、僕よりちょっと2、3個下だったと思うんですけど、私のことを、キリストだって言い、その頃僕はそんなこと言われたことがなかったので、驚きましたけど、彼はすごい奥さんを大事にされてた人で、でも先立たれちゃったんですよね。で、その会った時に、一度しか会ったことないんですけど、その時にその話をされて、で、この祝詞と、扇子ですね。扇子を私にくれました。扇だって。
免許改善ってことでもらったんですけど、それはもう私はどっかになくしてしまって、今新しい100円ショップで買った扇でセンスで上置いてますけど、今ここになくなっちゃった。でその泉さんもガンで闘病されてて、ずっと Facebook でその様子、教えてくれてたんですけど、もうだいぶなんで、あちらの方へね、の国か天津神かどっちか高間ヶ原か行っておられると思います。私今本当にシャンタもそうですし、そういう泉さんもそうだけど、亡くなった方は父もそうですし、もう全然一緒にいるっていうことを強く思ってまして、みんなと一緒に、ダース・ベイダーですけど、このダース・ベイダーっていうのも、まああまりスター・ウォーズのこと見たことないんで、どんな話かも知らないんですけど、ダース・ベイダーは有名で、ちょっとかなり悪どい感じの親父さんですよね。でも憎まれてないっていうのもあって、目の上のたんこぶみたいな人かなっていうふうには思っています。で多分私もそういう親父になるんだろうなと思っていますが、まあできるだけ悪いことはしないで、スター・ウォーズに負けたら負けて潔く負けを認めようとは思っております。皆さん、今年の後半戦、ご自分の気持ちを大切に、体も大切に、一日一日を、明るく楽しくお過ごしください。 Have a nice day, goodbye. イホチャンネル、イホでした。長くなりまして失礼します。